先生、隔離施設で起きた事故について報告が上がってきた。生体中が進化、いや突然変異したとすれば、その原因は高濃度のミュータジンにさらされたか放射線被曝しか挙げられないらしい。もともと隔離施設にいるスタッフの一部は生体中に感染していた。ボルバキアによって生体中の交尾は抑制していたが、虫そのものは生体から剥離することはできない。あの虫スカルフェイスの置き土産は彼らの喉に宿ったままだった。研究員たちは X 線を使用した検査機で定期的に自らの喉に寄生した生き物の状態を計測していた。それ自体は問題ない、線量管理もしていたからな。だが検査機からは X 線だけでなくベータ線も出ていたんだ。検査には必要ないにもかかわらず、ベータ線は X 線よりはるかに DNA への影響が大きい。つまりこのベータ線は突然変異を誘発させるために仕込まれたとしか考えられない。そしてそのベータ線が検査機から漏出した。検査機に後付けしたため遮蔽が不十分だったんだ。そしてその検査機の導入を決め検品したのは先生あんただ。つまりベータ宣言を仕込む機会があったのはあんただけというわけだ。それで僕が生体中が凶暴化するのを期待してそんな下ごしらえをしたとでも言いたいのか。あるいはボルバキアに代わる感染者の治療法でもよかった。その交換条件にくだらない男を一人引き取ってくれる奴もいるだろう。やめてくれ。買い手はいくらでもいる。だが大概の相手なら生体中で十分だ。それ以上サービスする必要はない。だが生体中の存在を知っている相手なら、ただの生体中だけではもはや世界で一つの最強のカードにならないことも分かっている。彼らに売るにはオプションが必要だ。生体中に勝る、それを欲しがる相手は一つだけだ。エメリッヒ、マザーベースでの通信は全て記録している。電波傍受しているから独自の機器を使っても同じだ。お前は頻繁にアメリカと連絡を取り合っていた。民間のバイオ企業 ATGC 社だが、得意先はダーパ、サイファーとつながっている。お前はサイファーと密約したんだ。新しい虫と引き換えに身柄を確保してくれと。今世界中で生態中が存在しているのはこのマザーベースだけだ。お前はここを実験場にして生物兵器の復活を試みたんだ。だがお前は虫の入手に失敗した。もう好きにはさせん。生きて出られると思うな。